はい、えー。皆さんおはようございます、えー。46日間チャレンジ行政手続きを完全制覇の34日目に入らせていただきたいと思います。よろしくお願いします。34日目、まあ、34条をやっていくんですが、行政指導は32条から36条の3というところにかけて条文数が置かれております。32条のところで一般原則というタイトルになっていましたよね。 でそれに対して33条とか34条というのは一応、特則なんですけれどもただね、やっぱりね、こう32条から34条というのは割とその行政指導に関しての本当に当たり前の一般的な規定が書いてあるので、まあ、私はもう32から34っていうのはもう本当に行政指導の一般原則の延長線上にあると、まあ、そんなふうに考えていただいていいんじゃないかなというふうに思いますけれども34条も割とね、極めてまあそれそうだろうなと。 というようなことが書いてあるということにはなりますじゃあちょっと条文見ていくことにしましょう 許許認認可可等等をををすすするるる権権限限または等に基づく処分をする権限を有する行政機関とこういう書き方がされてますね。許認可等をする権限というのは、まあ、許可処分をするとか、拒否処分をする権限を持っている行政機関、行政庁であると。ね、例えば、都道府県知事、東京都知事なんかは、まあ、いろんなですね、許認可権限を持ってますよね。えー、我々が申請をして、許可をするとか、拒否をするという権限を持っております。まあ、そういう権限、えー、または、許認可等に基づく処分をする 権限ということで、例えば一つは不利益処分というのがありますよね、えー、まあ許認可権限を持っているところというのは、逆にその許可の取り消し処分とかね、営業停止処分とかあ、そういうことをできる権限を持ってたりとかするわけです。えー、こういう行政機関が当該権限を行使することができない場合、または行使する意思がない場合においてする行政指導にあっては、 行政指導に携わる者は、当該権限を行使しうる旨をことさらに示すことにより、相手方に当該行政指導に従うことを余儀なくさせるようなことをしてはならないと、こういう書き方がされております。要するにですね、うん、法令に照らして、例えば、 拒否処分なんかこれはできないだろうと、これはもう要件満たしているのであるから、まあ、許可をするしかないのではないかと、そういうふうに思われるような場合とかですね、あるいは、これはあり得たりとかするんですが、不利益処分を本当は、ね、しようと思ってないんだけれども、 これ命令に従わないとね、命令というか、まあ行政指導ですね。この行政指導ということで、行政職員がですね、あれやこれやとですね、アドバイスしてくるんですけれども、僕のアドバイスに従わないと、不利益処分しちゃうよとかですね。こういうようなことを言ってくれる。要するにはったりなんですよね。 そこまでするつもりはない。例えば営業停止処分をするつもりもない。営業許可の取り消し処分もするつもりもない。まあ、するとなると結構それなりにですね、えー、大変な作業がまあ行政としても発生するので、そこまでするつもりはないんだけれども、もう無理やりアドバイスに従わせるためにですねそういうはったりをかますと、こういうことはしてはいけませんよと、威嚇になっちゃうじゃないですか。やっぱりね権力を持っている方が強いわけですから、 そういうところが行政指導をするときに、本当に任意でね、任意の協力のもとに従わせなければいけないということになるにもかかわらずですね、こういうはったりをかまして、で、えー、無理やりですね、行政指導、アドバイスに従わせるなんていうことをしてはいけませんよと。 おまあ、34条、もう言で言うと、はったり禁止規定と、おまあ、そんなふうにですね、読んでいただければいいんじゃないかな、なんていうふうに思っております。はい、えー、じゃあ、きはちょっと短いんですけれども、私、今日はですね、ちょっと特定行政書士のまあ研修で一日ですね、えー、まあ、塞がっていることもありまして、今日ははこの辺にさせていただこうかな、というふうに思っております。はい、えー、じゃあですね、また明日、35条の方を見ていくことにしましょう。今日はここまでです。お疲れ様でした。